皆さんおはようございます。ご紹介に預かりました自由民主党政務調査会長の岸田文雄です。本日から日本国第48回目の衆議院選挙が始まります。私はこの選挙一番目にこの香川一区平井卓也さん応援に駆けつけさせていただきました。この場でこの48回衆議院選挙第一声を挙げさせていただきます。これから始まります選挙、これは日本にとってもまた平井卓也さんにとっても大切な選挙です。平井さんはこれまで6期17年間皆さんの期待に応えて国政で大活躍をしてきました。今や自由民主党の広報本部長、自民党において党7役とか8役と言われるこの要職についています。必ずや近いうちに入閣もするでしょうし、より一層の大政治家としての飛躍が期待されます。この時に行われる選挙の意味を皆さんにもしっかりとかみしめていただきたいと思います。そして日本にとっても今北朝鮮の脅威、そして少子高齢化などさまざまな課題を前にしての選挙となります。私も今年の8月まで4年8ヶ月外務大臣の仕事を務めてきましたが、今の北朝鮮情勢本当に緊迫した厳しいものがあると強く感じています。また日本の国における、最大の課題少子高齢化ですが、日本の国は今歴史上初めて人口が減少し始めています。この時にどう対応するのか、このしっかりとした対応ができなかったならば必ずや私たちは将来に向けて禍根を残すことになります。こうした重要な課題を前にして日本の政権を誰に委ねるのか、これをこの選挙において決めなければなりません。しかしながらこの大切な選挙が表明された、解散総選挙が表明された途端に日本においては大変不思議な現象が始まりました。まず野党第一党が実質的に消滅してしまった、こういったことが起きました。新しい政党が立ち上がってきた、そしてさまざまな議合集散が行われ、そして枠組み作りが始まりました。しかしその中でかつて平和安全法制に反対していた方々が、平和安全法制大事だと、これを重視するという政党に一夜にして馳せ参じる、こういったことも起こってきました。私は一昨年この日本の国会において平和安全法制を議論する際に担当の外務大臣でありました。あの時のことを思い返すわけですが、一昨年日本の国会はですね、1月から9月までずっと通常国会開いていました。その間216時間、私は当時の中谷防衛大臣とともに野党の厳しい質問にずっと耐え続け、そしてこの法案を成立させました。あの時のこの野党の皆さんの迫力、大変なもんでありました。あの厳しい競争、今でも目に浮かびます。しかしその方々が今選挙を前にして平和安全法制賛成だと言い始めた、そのことを思いますと、世の中ってのはいろんなことがあるんだなと、何が起こるかわからないなと、つくづく複雑な思いがしています。こういった状況ですから、選挙において
命だと言われているこの政策、全く見えてこない、こういった状況がずっと続いてきました。まあ、そういった中だからこそ、私は自民党の政策責任者として、先週はじめ、各党の先陣を切って自由民主党の公約、発表させていただきました。ぜひ皆さんにしっかり見ていただきたいと思います。北朝鮮問題どう対応するべきなのか、経済政策アベノミクスを完成させるためには何をしなければならないのか、少子高齢化に対応するために生産性革命あるいは人づくり革命、しっかりと政策資源を投入して、集中期間を定めて取り組むんだ、こういったことも書きましたし、地方の再生、そして、多くの皆さんの暮らし、しっかりと公約の中に盛り込みさせていただきました。ぜひ見ていただきたいと思いますし、その後次々と出てきた各党の公約も見ていただきたいと思います。そしてその際にポイントになりますのは、私は責任と実効性であるということを皆様方に申し上げたいと思います。今まで皆さんもいろんな選挙経験されたことと思います。その中でいろんな公約が飛び交いました。子ども手当、あるいは高速道路無料化、いろんな公約がありましたが、ほとんどが言いっぱなしに終わってしまいました。今この選挙においても、例えば消費税凍結、こういった声も出てきました。しかし消費税を考える際に、もちろん景気や負担の問題しっかりと考えなければなりませんが、その背後にはこの私たちの子どもたちの成長、あるいは私たちの両親や高齢者の皆さんの幸せ、こうした社会保障の問題があります。またこの選挙からは18歳の皆さんが衆議院選挙に投票されるわけでありますが、この消費税の問題の背後には、こうした若い人たちの未来に今の世代の借金を押し付けていいのかどうか、こういった問題があります。こうしたさまざまな問題全体にしっかり目配りして消費税について語らなければまた言いっぱなしになってしまう、こういった心配があります。また原発ゼロ、こういった声も聞こえてきました。原子力発電所発電、これにおいて安全が第一、これは間違いないところです。しかしこの原子力発電の背後には、今の現状において皆さんの家計に、そして中小企業の経営にどれだけこの負担がのしかかっているのか、こういった問題ですとか地球温暖化環境問題についてどう考えるか、あるいは日本国はそもそもこのエネルギーの自給率わずか 7%、 こういった国です。この国における原子力発電所をどう考えるか、こういったことにも思いを巡らさなければなりません。その上で原子力発電を語らなければまた言いっぱなしになってしまう、こういったことではないかと思います。ぜひ皆さん、この選挙において命である政策しっかり見ていただきたいと思います。そして私はこの選挙に向けて、この政策において責任と実現可能性、これをしっかり示せるのは我々自由民主党、そして自民党、公明党、与党であることをしっかり訴えて強い覚悟を持って臨んでいきたいと思います。そしてこの香川一区において、この責任と実現可能性をしっかり担えるのはこれは平井卓也さんだけだということを改めて皆さんに申し上げさせていただきたいと存じます。平井卓也さんに日本が、そして自民党がどれだけ期待しているのか、それは党の三役である政調会長が初日出陣式に駆けつけているこの姿を見てもご理解いただけると思います。ぜひ平井さんを先頭に日本の明日を、そしてこの香川県の未来を
しっかり切り開いていただきますよう、そのためにぜひ平井さんに勝利を与えていただきますよう心からお願い申し上げて、自由民主党政務調査会長岸田文雄からの応援ドメントさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。会長誠にありがとうございました。全国の第一声をこの高松で平井拓也の下でいただいたことを心から御礼を申し上げます。今一度岸田政調会長に大きな拍手をよろしくお願い申し上げます。